はい、皆さんこんにちは、チェでございます。東海さんで三国志13反乱済みですね、やっていきたいと思います。昨日はライブの方ありがとうございました。もういろいろねありまして、もうこれが1時間で撮れると思って、まあまあ1時間半ぐらいまで延長したら撮れるかなと思ってましたけど、ところがどっこいですね、挙句の果てには牧羊で2回戦うというねもうこの手たらくやってしまいましたけど、さあやっていきましょう。予定通り、私はこのまま北に登ります。加工井さんも来たんだね。さあ官僚に行きましょう。で彼らはどうする、あ彼らも戦ってんだね。でこれ私、あもう彼ら戦ってるんで、ここを落とすのも時間の問題だと、あそうだ忘れてた、コメントでいただいてたんですけど、私ここは押さえてんだよね、球技兵。清涼兵ってどこなんだろう。ああこれか全然取ってない出兵しましょう、近所から。本当ありがとうございます、見事に取ってますんでした。せめてね取らないといけないですよね、戦じゃあれかな、これ兵の数あんま関係ないと思うんですけど、まあちょっと行きましょうか、供給兵で。はい、あとねボンどこいんだろう、ボンをねちょっと呼びましょうか。ああ貢献さん、あらご病気かな。ボンかなり14では辛い仕様になるみたいですね、まあ、辛い仕様というか戻るような感じですか。リュウゼンさんだね。ああよいしょ、ああ当たり障りのないところに放り込まれてるねよいしょ、うん、一応ボン突っ込むか、ボンどこに突っ込もう。とりあえずボンはもうこの子、ボンが来る頃には制服いけてるでしょ。おっあびっくりした、おっ親子、憎いな教員さんもやることが。かしこまりました。あ仕方がないな、軽騎兵で突っ込んじゃいましょう。はい、お願いします。じゃあね、我々はそのまま突っ込んでいきましょう。じゃあ行きましょう。はい、よし、これ霊陽子でいいのかな、城塞を破壊しました。お、やり合うのかい。おお。あ、リクソンさん助けに行くのかな。あらあ、綺麗に待ってんね。おお、いい勝負してるね。へえ、ざまみろ野郎ども、庭まとめる、どこ、中山が落ちました。で我々はこっちに行ってるので、あー来た来た、いるわ、あー迎撃に来たね。えっ、涼花さんが文王さんに撃たれました。涼花さすが無念だっただろう。そうだね、文王さんをいや、みなしません。文王さんもね、前はお世話になったからね。さあ、いや、もうこの時代、討ち死にはちょっとつらいね。さあ、私が組みましょう。さあ、どんな感じかなと。あ、なるほど。この感じですね。この感じなら、この感じ、ちょっと難しいんだけど、そうだね、これでいきましょう。敵兵収奪と、で、大医療ね、大医療、ここのとこかな。あと、もう、赤八人は使うことないでしょうけど、はい、これでいきましょう。皆の者、さあ、行くぞ。はい。で、まず先こちら移動しましょう。かしこまりました。あ、やっぱ足遅いね。早く首都をね。
私に続きなさい。あ、これ、あ、やっぱそっち行っちゃうな。じゃあ止めちゃおうか。かしこまりました。あ、来る、こっち来るね、来そうだね。かしこまりました。あ、来ないか、来ないか。仕方がないね。じゃあね、もう早速早速ダメになっちゃったこれ何の役にも立たないな。はい、もうそのまま突っ込んでいきましょう。もう電光石火になっちゃいましたね。一応使っときましょうか。使っちゃいましょう。どっちが早いかな。うい、何か使えますか。方円寺、あ、使っちゃおう。はい、諸葛丹さんが平原金庫町で女性の破壊を、お、突っ込んでいってんだねこれ多分ね。じゃあ我々も突撃かましましょう。あ、移動じゃない、移動じゃない。はい、はい、はい、バータイさん捕まえらんないね。はい、ジョコウさんにあれ渡したかったんだけどね、寿命アイテムね。ちょっと待ってね、ひょんなことから、あ、ソモハさん、シバチュウさんまだ16だね。あ、シーツさん90か、旅体先生来た、82歳。もう残念ながら、あー、ジョコさん78だね。え、残念ながら、あ、ジョコさん持ってる名品、持ってないね、大夫しかないね。涼花さんがね、打ち取られちゃったもんですから残念ですけどね。はい、また来た、これまた来るのかいや、やりがいあるからいいけどね。あ、これはいけるわ、これはいけますね。聞いてくれこれはもう全然いきます。これはもう取ってやりましょう。ね、大医療はね、大医療使うことないですね。あー、石兵8人で、そうか、これは一つ敵兵集奪、ここに置きましょうか。いや待てよ、敵兵集奪はね、ここじゃなくて、敵兵集奪ここにしましょうか。で石兵8人をここに置きましょうか。これでやってみましょう。皆の者、さあ行くぞ。とりあえずね、皆の者はこちらに向かいましょう。とりあえずね、ただ彼ここを取ったら多分こっちに抜けていくと思うんで、はい、取りましたね。で、ね、彼をね、こちらに配置しましょう。で、あ、いやいや、で、我々は一度こちらに抜けましょうか。皆の者、あ、待てよ、あー、そうだね、あ、そういく、おお、面白いね。なら、こうだ。となると彼も突っ込んだ方がいいね、ここに。お任せくだされ。で、ぶち当たって、で、彼はここで方円陣使いましょう。よろしいか。で、こう取って、届くかな、これ。遅いんですよね、残りの足が。
じゃこれも使っておきましょうか。これでも彼動けないので、で裏回りましょう。で無理かい、ちゃんと中に入れましょうか。よいしょ。うわダメダメダメって、ちょっとダメだっての、ダメだっての。あでももう使えるかな。よし入ったね。じゃあこれでいっちゃいましょう。はい囲んじゃいましょう。で裏から取って、でこれでいって、で私の突撃が、あこれダメかな、ダメだな、2人ほど抜けちゃうねきっとね。これでいっていきましょうか。よしありがとう。あ今回はなかなか良かったですね。はいここ表記使いたいんだけどね。首都何人いるの、巨匠は17人もいるんでしょ。うわーこれちょっとやってよ。訓練ちょっと訓練、あ誰もいないの、困ったな。総出か、総出なんだね。誰も出れない、誰も出れないね。さあじゃあね続きいきましょう。うまた来たよ。もうまあまあ始めるか、あれ超えるんだったらいいけどね。聞いてくれ、兵を増やさせてくれるんだからいいっちゃいいんだけどね。こう来るので、こう来たら多分間違いなくこう行くよね。ということは、あここで赤兵8時にとっても仕方がないもんね。あこれはダメだね、これはもう全然ダメなやつですね。これはですからここで電光石火でいきましょうか。赤兵8陣はまあ無理でしょうけど、いけたらここで、うんそうだね。であとは、まあ、ダイルはちょっと使う暇がないですが、一応置いときますか。材料はねこの辺でも使うことないんですよ。あ材料はここにしましょうか。はい皆の者、もう電光石火で行かないといけないね。お任せくだされ、馬隊さん早いからね、馬使えるから。あの体力、その片鱗の知恵、あもう掴めたね、いけたね。よし、さあ移動で、お任せくださいで一応足止めたいのでこっちから入りましょう。彼は足の速い人はね。よしこれでいっちゃいましょう。で中田、あもう中田ちゃん囲んでからやりましょうか。でか皆さん来たから希望系で落としましょう。保湿税の、あ、うん、一応命じましょう。これで清涼兵使えますね。いやー清涼兵持ってなかったのか私。情けない。はい、制圧ね。はい、あこれでだいぶ潤ったね。いやーちょっと馬隊さんが養分になってくれてますね。でこのまま押し切ってと、そうだね、ボンは、あボンもう真っ赤っかだ。まあでもいいか、あでもボンはちょっと、かしこまりました。え誰がボンだよね。あそっか、かしこまりました。ボンと東海さん同じ声だからね、あれなんですよね、一瞬東海さんが言ったのかなと思っちゃった。おお諸葛丹さん、おお平原落とす気だ。我々は官僚かな。あそうだね、あこれはすごくいい感じですね。あリクソンさんもこれでやったら勝てそうだね。あ勝てるね。
あと行をいつ落とすかだね。あ、私次官僚の次行行っちゃおうか、官僚の次行に向かっちゃいましょう。はい、またバタリさんだね。さすがに1万1000まで減りましたね。さあこれも私が行きましょう。聞いてくれ。はい、ねそうだね、ここ抜く、あーこっち抜く舞台も1個作ろうか。馬がいいよね、こっちは馬がいいよね。ですんで大量赤兵八陣は馬隊さん逃がさないためにここで使っちゃおうかな。で敵兵集団ですね。あ、私ちゃんと兵器持ってきてるかな。まあこれでいいですかね。じゃあ行きましょうか。あ、一応念のためね、これをここに貼っときましょうか。こっちの方がいいかな。あ、こっちで行きましょう。あ、時間良くなっちゃいましたね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょうか。当該さんで三国志13反乱済みですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。